金城玲子さんへ、今日は本当に沖縄に招いていただいてありがとうございます。もう玲ちゃんとは高校からの付き合いなので、はや言いたくはないですが30年、もうこんなにずっと付き合いができるなんて思ってなかったんですが、本当ありがたいことですね。もうれいちゃんもこちらに来て本当10何年だから20年弱、そんなに福岡に帰ってこないんだっていうのはちょっと寂しいのがあるんですが、向こうに来たらですね、一緒に飲んだりとかお話ししたりとかできるので、それはそれで楽しみにしています。れいちゃんがこちらでこんなに頑張ってる姿を私は見れて、とても友達として嬉しく思います。やっぱり人っていうのは大事ですね。もうたくさん付き合ってたくさんお話をしてみんなと仲良くして人生豊かにしていってもらいたいと思います。また小倉福岡に帰ってきた時は、ぜひ声をかけてください。楽しみにしています。これからも体に気をつけて頑張ってください。よしかでした。